出てきた作品を見ながら自分の中で物語を作るんですね。サイコロっていうのも白とあの黒でできてますよね。自分だけで一人コツコツやっていたという時代っていうここはなんか自分にとってはあのとても大事にしたいもう一つの世界なんですね。 こマネぶ」っていう言葉は「学ぶ」っていう言葉それから「マネる」っていう言葉この2つの言葉の語源にあたる古い言葉なんだそうです。あの時こういう人の影響を受けてこういうことを書いてたんだな自分は学ぶことによって自分なりに美術史を勉強していたんだな。 皆さんこんこにちは森村康政です今回はですね、この作者である私が自分の作品についてお話をさせていただく授業形式の展覧会。4時間目、モナリザルーム。6時間目、ゴヤルーム。経済効果が価値とばかり、精神的に空っぽに陥っている。